次はプライズですね。プライズはこんな風になってる、ま、前の顔はこういう顔でトヨタのね、目がかっこいいですね。値段が23万9000円、 Z が23万9000円、多分車両だけの値段ですね。初見入れるともうちょっとなるんじゃないかなと思います。今ハンドル不足だからなんかしらヒントになる、月々のあれになっとると不思議な。でこれ電子パーキング、 P リバースニュートラル、 D とプラスマイナス、これがねニュートラル、あマニュアルモードですね。で、これがクーラーか、これがカーナビゲーション、音は静寂性が高い車になっとるよね。これは横滑り防止と、これがあるんですね。これピー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 って鳴らす、ハイブリッドだからね、なるという仕様になっています。ここがドリンクホルダーか。な感じですね。もし開けとくの。ドリンクホルダーが2個ついてる。まあね、なんか200、なんちょっと。で、後ろがこんな感じ。で、これが、あれだ、携帯電話の充電する、じゃないですかね。USB をつなぐと、こう、じゃないかなと思います。後ろはこんな感じ、すごいね。顔かっこいい、前の方がかっこいいね。前が凛々しい顔して、はい、ね。